春日井市には2つの図書館と9つの図書室があります。図書館や図書室ではどなたでも自由に本を読むことができ、利用者カードを作ることで本を借りることもできます。中には本だけでなく雑誌や新聞、CD や DVD が利用できる施設もあります。今回は市役所の隣、文化フォーラム春日井にある春日井市図書館の裏側をお見せします。図書館に所蔵する本は会議によって決定し購入しています。新しい本が届くと1冊ずつ確認し、汚れや傷などがないか点検します。そして必要に応じて装備をし、図書館のシステムに本の情報を入力して受け入れをします。利用者の皆さんに貸し出しができるように準備を行った後、本棚に並びます。本棚に並んだ本は予約をしてお近くの図書館図書室に取り寄せて借りることもできます。市内の図書館図書室には週に3回巡回便が行き来しており、本を配送しています。利用される中で本が傷んできたときには修理を行うことがあります。図書館の本は専用のテープやのりを使って丁寧に手作業で修理します。本の修理をするには専門的な知識が必要です。もしも借りた本が壊れてしまったときは、自分で修理はせずに、まずはそのままカウンターに持ってきていただき、図書館の職員に本の状態を教えてください。ひどく傷んでしまうと修理できないこともあります。図書館の本はみんなの財産です。大切に扱ってくださいますようご協力をお願いします。カウンターでは調べ物の相談や図書館にない本のリクエストをすることができます。リクエストされた本が絶版などの理由によって購入できない場合、市外の他の図書館からお借りすることがあります。また春日井市の図書館が所蔵している本を市外の図書館に貸し出すこともあります。利用者の皆さんに本を提供するために図書館同士で協力をしています。文化フォーラム春日井の地下1階には通常は立ち入りできない書庫、閉下書庫があります。閉下書庫には古くなって利用が少なくなった本や郷土資料などを保管しています。新聞や広報春日井は製本して保存しています。また視覚障害者の方のための音声資料や展示資料もあります。春日井市図書館では1年に1度蔵書点検を行います。機械を使って本のバーコードを読み取り、図書館の本が決められた場所に置かれているか、行方不明になっている本がないかを点検します。令和2年度は12月1日から10日までの期間で蔵書点検を予定しています。この期間はすべての図書館図書室を休館します。利用者の皆さんにはご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。皆さんが本と出会うきっかけを作るために、図書館ではイベントや展示も行っています。秋の読書週間に合わせて10月24日から11月23日の間には行事を予定しています。今回紹介した閉下書庫を実際に見学できる図書館探検のほか、食欲の秋にぴったりの本を紹介する展示や、何が入っているかは開けてのお楽しみ、本の福袋の貸し出しも実施します。小学5年生から中学3年生までが対象の講座、10代の未来探し講座、夢を叶える本の読み方は10月20日まで申し込み受付中です。詳しくは図書館のホームページをご覧ください。皆さんのご利用をお待ちしています。